しく、綺麗に。滝川クリステルです。今日も始まりましたサニクリーンのドロソーチャンネル、はい、本日のテーマはこちら、職場で、学校で水モップのかけ方。はい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 、水モップです。でいかにもこのね、ドロソーチャンネルではやってそうなネタですよね。めちゃくちゃやってそうですよね、はい、それがですね、ちゃんと効率よく掃除をする方法があるんですね。お掃除に役立つ水モップのかけ方を実践してみましょう。してみましょう。なんか黄色いね、おしゃれなものがありますけど、うん、これあのトミカのおもちゃじゃないですからね。あのスクイザーというモップを絞る機械ですね。スクイザー、はい、こういったものもちょっと今日はね、うん、紹介していきたいな。ではまずモップを濡らしてください。はい、ある程度絞れれば OK ですね。水が滴らないぐらいに。ある程度でいいんですか。はい、床に水が滴り落ちないよぐらいがちょうどいいですね。なんでいいですか。はいはいはい、じゃあスクイザーの使い方ですね、ヤロさん、はい、実践してみましょう。はーい、うお、ここに置いて、こう、こうか、こうやって。これはわざと違うの取ったんですね。あ、そう、そうです、わざと。はい、こう持って、こう持って、こうこう持って、こうですか。あ、でも手で絞るよりすごい絞れてる感があります。ほら、上に当てないようにここに手を置いて使わないといけないんですけど、まあイエーイってやる人はあんまりいない、ね、ちょっとテンションが上がってますね、皆さん今。そうです。まずは部屋の周りから掃除をしていきます。手をこうやって持って、はい、ちゃんと持ってスタートしていきます。はい、周りから掃除していきます。そして角っこは手で、はい、ピッピッピッと、モップが届きにくいですからね。こういった角もですね、はい、角田さんが言った角っこです。はい、角田さんが言った角のところも、はい、ここもですか。そういうことです。そこに角田さんがいるんで気をつけてください。隅っこ、隅っこ、ここも一応隅と隅ですもんね、はい、はい、入り口に戻りました。はい、そして周りが終わったらですね、今度は部屋の中、中心のところですね、はい、そこをモップがけしていくんですけど、肩幅程度に足を開いて、はい、後ろに下がりながら8の字にかけていきます。不満ように、不満ように。そうす、綾野さんいいですね。合ってます。Z、 こうか。Z ですね。Z、はい、そうではなくて塗り残しがありますね。そうです、8の字、8の字で書いていくと、まんべん、まんべんなく。矢野さん、ある程度、はい、使いましたらですね、モップを反対側も使ってですね。お、結構汚れてますね。汚れてます。はい、矢野さん、もし、はい、頑固な汚れを見つけたときは、はい、足を使ってこすり落とします。はい、漏れがないように。 OK、 まあまあ汚れてますね。あんまりここを使ってないかと思ったけど、結構、まあ、このさっきやったやり方だったら、はい、あのまんべんなく拭けるので、うん、拭き残しがなくて効率よくお掃除ができますよね、うん、はい、それからあのワックスなんかをかけるときも床をピカピカにしておかないと、はい、あのワックスの下に汚れが残ってたらこう髪の毛がプレスされたりだとか、うん、汚れがプレスされてしまうので、うん、ピカピカにしていけたらいいですよね、はい、そうなんですよね。もしこれを極めたいという方はですね、ビルクリーニング技能士という資格がありますので、ぜひあの勉強してね、チャレンジしてみてもらいたいなと思います。サニクリーンにもたくさんいるんですね。女性が撮ったら結構かっこいいと思う。あ、そうなんですか、うん、それでドロソーチャンネルで撮りましたってやったら、あ、ドカーンと。というわけで、はい、今年1年間ドロソーチャンネルをご覧いただきありがとうございました。来年もたくさんのグッドボタンとチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。お願いします。楽しく綺麗に。なんかちょっと濡れとるかもな。まあいっか、 OK です。
ドロッコ、ドロッコ、ごめんね、なんでなんでなんでこけたん、滑った。ちょっと中身猫じゃないけど重いかもしれん。ああちゃんと絞りましょう。来年もよろしく。バイバイ。